はい、こんにちはでございます。2020年の11月26日の木曜日ですね。久しぶりに、蒲田の公園っていうのかな、団地というかマンションというか、結構ね、高い、ところがあって、その裏側がね、ちゃんとした公園なんですけども、そこはもう子供がいっぱいでね、子供がいっぱいというよりも保育園がいっぱいでね、保育園、その公園のほば、そばにも保育園があるのに、なんで、わざわざ公園に出てくるのかというね、まあ、それだけ人が多いのかどうかわからないですけども、まあ、そういうわけで、朝からうるさい、奥の公園を、横目に見ながら、今日もできねえやみたいな感じで、道路際のね、正面の方です。なんて言うんだろうね、道路から歩いてきて公園があって一休みができるみたいなね、そういうところから、今日はお送りしましょう。まあ、だいたい早い時間にね、蒲田の方で用事があるときには病院とかね、そんなもんしかないんだけどね、用事があるときには、ついでにビデオテープもね、ビデオテープじゃねえや、ビデオもね持ち歩いているので、こうやってこう、瞬時にね、どっかでやろうみたいな形になるわけですけども、今日はねそういう場所です。まあしょっちゅう来てるといえば来てるんですけども、なんかやっぱり、ここのとこ久しぶりだね。じゃあ11月はね、一徳に行って調子が悪くなって、一徳に行ったから調子が悪くなったんじゃなくて、その後ね、寝てなくて、あまり睡眠時間がなかったんで、調子が悪くなって、それがもうずっと今まで、尾を引いているというかね、先頭じゃなくてね、尾を引いてるんですよ、これが。ね、先頭はね、どっちかにね、フラフラとね、ついつい行っちゃうっていうかね、そんな感じなんですけどね、尾っぽはね、引っ張ってるという、まあその感じ。ということで今日もね、珍しいですよね、こんな早くね、木曜日に。まあ、そんな感じで、まあいろいろとね、バタバタやってますけどさ、どうなることやら。ね、まあでも11月入ってね、ツイキャスが16日の月曜日からね、何回か挑戦してるんですけども、全然ね、落ちまくりなんですよ。だいたい長くてもね、19分ぐらいで落ちちゃうのね。もう悔しいですよね。あと6分じゃねえかよみたいなね。でその後また25分やるっていうのはね、一応2時間のうちの3、ね、19時から21時までの間の2時間の間で、30分っていうね、時間をやるということで、まだ時間はあるんですけど、最近はもう落ちまくりでね、10分で落ちたり、5分で落ちたりね、落ちるとさ、やっぱりテンションがもう一回ね、やろうとテンション上げるまでにね、結構時間かかったりしてね、とにかくやっぱりしょぼんとしちゃうんですよね。風呂場でやったらシャボンになるわけですけどね、シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだ、屋根まで飛んで壊れて消えた、ね、25分過ぎちゃったらね、もう OK、 今日は一本できましたよって感じだけど、その前にね壊れて消えてしまうというかな。ね、やっぱり今も結構ね、他見てたらやっぱり録画撮ってない人が多いんでね、まあそんなことはまあどっちかというとね、どうでもいいことなのかもしれないけど、こっちはね、配信するより録画、配信なんかしなくてもね、録画さえあれば撮れるかよそんなの配信しなければ録画撮れねえじゃないかよね。まあそんな感じで、5分とか10分でもねいいんだけどさ、やるのはね。でやっぱり5分とか10分だとね、こういう風にダラダラはできないからね。まあだからまああんまりこうなんて言うんだろうね、好きな人もいないのかもしれないけども、やっぱりこう無駄な話をしてる時になんかこうエンジンがかかってさ、なんかすげえ話してるなっていうことがあれば、それが毎回続きゃいいんだけど、続かないもんでね。だからやっぱり無駄な話を延々としなきゃいけないっていう、
そういう流れの中でやってるわけでね、うん、だからまあ1年に1回か2回はねすげえ話してるはずなんですよ自分じゃ分かんないですけどね。ただ面白いのはね、もう本当にクソ暇な時にね、あの昔のアーカイブっていうんですかね、録画を聞いてみるとね、面白いじゃんこれってね、なんかね、やっぱり何年か経って聞いてみるとね、やっぱり自分も成長してるし、成長してなくて、逆に言うと、ね、なんかこう、あの時が一番だったみたいなのがね、出てきて、その辺だよね、だから、今もっとうまく喋れてるよねとかって思うのはね、あるんだけども、でも、こんな話は今じゃもう全然できないよねっていうね、そういうこともあるし、面白いよね、本当にね。だからその、なんて言うんだろうな、まあ、そういうものを見つけるっていうか、まあ、発見して、ね、10回ぐらい聞いてて、つまんねえなとか言いながらさ、10回目に聞いたら、これすげえ面白いじゃない、今までの10回は何だったんだ、それはね、あれですよ、11回目をね、聞くための10回だったんですよっていうね。言い訳なんかいくらでもできるからね。まあそういうような感じでね、うん、まあ本当にこう、ちょっとね、ツイキャスだって、リアルタイムで今できるのってのはツイキャスだけだったからね。だからもちろんだからあと5分とか10分で落ちてもいい、それはその時よっていうんだったらできるけどさ、やっぱりその一つこう残すとなるとやっぱりね、だから10分なら10分でいいんだけどもさ、そうしちゃうと今度台本作んなきゃいけないからね。10分でダラダラやってたら本当に何回やってもダラダラしちゃうよね、止まらないですよ、もうどうにも止まらないダラダラね、ねえ、ワンダラーピープル、まあいいや、そんなことはね、テンダラーピープルか、オキトルさんのブルースは、ワンダラーじゃな、しょうがないよな、ワンダラーで、カモン、オーゴッドカモンなんていう人はそんなにいないかもしれないね、やっぱりね、それだけ価値があるないっての、まあ俺はよくわかんないけどね、まあ、価値があるんじゃないかな、そういう意味ではね、やっぱり素敵な姉さんはやっぱり素敵な姉さんですからね、まあ、個人個人いろいろと好みがあるとしてもね、だからやっぱりそういう素敵な姉さん目かけたら、目かけじゃない素敵な姉さんが目かけって言ってるわけじゃないですよ、素敵な姉さんを見かけたらですね、やっぱりワンダラーはないやな、テンダラーだよねっていうね、まあそういう何この飛び方、まあはっきり言ってね、ごまかし君も久しぶりですから、うん、なんだかんだ言いながら、うん、ねえ本当にね、じゃあいつも何やってたのかあったら寝てたんですよ、ね、寝てるか、あね、で先週かな、第3木曜日のやっぱりおったんたのオープンマイクを、ね、やって、その後に、ね、蒲田の踊りっていうのをやって、だから2日連続でねビデオ撮影して、やっぱ2日連続はきつい、原っぱ祭りの2日もすごいけどもさ、でもやっぱりこのなんかやっぱ2日連続撮ってね、まあ、時間も結構撮影時間多いでしょ、だから結局それを見たり、ちょん見たりつなげたりするっていうのはやっぱり結構しんどいよね。で挙句の果てにさ蒲田の踊りね、でもやっぱり仕方ないって、やっぱりこの DJ とかね、やっぱりあれじゃないですか、パーティーみたいなやつとかさ、そういうのあるじゃないですか、でそういう時にはやっぱりね、ああいう選曲というのも仕方ないなと思うわけで、バンバン弾かれてね、うん、ね、YouTube に乗っけようと思ってね、まあいいだろうちょこっとと思ったら一発でね、警告が来てね、全世界でストップしてますね、そうかやっぱりストップかでね、本当にもう慌てて消しましたけどね、うん、まあでもやっぱりそこで逆らっちゃねやっぱりいけないし、まあそういう規則の場所ですからね、だからまあそれはそれでいいとしても、でもやっぱり、ああいうのはね難しいよな本当にな、うん、だからみんながみんなオリジナルやってくれればいいんだけども、そうもいかないのかな、どうなんだろうね、うん、
昔はもうオリジナルに、俺なんかも撮影するならオリジナルってことでこだわってたけどね、あとあとあと怖くないからさ。あだけどやっぱり、まあね難しいよね、そういう意味ではね、いろいろとね。まあそれはそれとして、今年も結構撮ったなと。まだ11月だけどね、まあ今年のこう1年を振り返るの早いけどもね、今年もいろいろ撮影させてもらいましたと。でもあれだよね、意外とやっぱりコロナで、動けなかったっていうのもあって、まあ充実した撮影人生ですけどね。でもやっぱり今年は動けなかったなとかね、もう前日とかさ、もう予定がギリギリになって分かるとかさ、であとはもう入場人員が限定されてたりとかね、まあそんなもんでね、まあいいんだけどね。まあそういう中でやっぱり一徳とか本当頑張っちゃいましたけどね。まあ言っとくもな、結局原っぱがねガチンコでぶつかってたらやっぱ原っぱ言ってたと思うけれども、やっぱり一徳は一徳の特徴っていうか、まあ、面白さっていうのはすごくあるからね。だからやっぱり微妙にね時期ばらしてほしいなってのがあるよね。ただやっぱりこの時期11月の頭、10月から11月にかけての頭ってのはまだ気温もそんなに下がってないし、そういう意味ではね11月文化の日のあれもあるから、やっぱりそういうイベント系に関してはやっぱり一番ね、盛り上がる時なんだろうななんて思って、難しい、これから来年再来年とずっと難しいかもしれないな。でも本当はね、原っぱも行きたいし一徳も行きたいし、ね、他のライブハウスも行きたいし、ね、まあでもそれやっぱりコロナがね、やっぱり徹底しないからね、なんだかんだ言いながらね、ちょっと良くなったらもう緩和して、それでまたガバッと悪くなるっていう、そういう感じで今ガバッと悪く、第3波でしたっけ、本当にね嫌になるぐらいでね、まあ限界、結構限界はあるけども、でもやっぱりなんていうの、ある意味ね、第一次大戦、第二次大戦の第一次大戦か不況のね、要素はもう本当に出てて、というかよく持ってるよね、こんだけもうガタガタな状況の中でね、相当やばいと思うよ、今はね。だからあとはもう歴史は繰り返すかね、繰り返さないかのどっちかだよね。歴史は繰り返すって言ってもさ、やってる人が同じ人ではないからやっぱり繰り返してはいないんだと思うんだよね。ただ人間っていうのはやっぱ学ぶっていうことをちゃんとしないとね、もう50年100年以上前にやって、その、ね、状況を現実に知ってる人がいるときはいいけど、知らなくなってしまえば誰も知らないわけだからね、こうした方がいいんじゃないかって思ってやったら結局は歴史と同じだったっていうね、そういうことなんでね。だからやっぱり基本的な部分っていうのをね、要するに絶対やっちゃいけないことっていうのはやっぱり、どんな時代でもね、理由なんかどうでもいいね、とにかくやっちゃダメなんだと、そうするとなんか頭のいい人とかね、大学ね、某国立大学出た人がさ、どうしていけないんだって話になるからね、まあ、もちろんそれが理解できれば問題ないんだけど、理解する前にね、そんなことを理解する前に宇宙はどうなってるんだってことを理解してからそれ言ってくれと。分かんないことがいっぱいあるのにさ、さらに分かんないことを出してきてね、これを解決してどうすんなきゃどうすんだみたいな話したって始まんないだろう。自分の目の周りね、例えば1メートル2メートル先のものに関してはね、大体見える範囲は解決できますからね。なんか物が飛んできたらそれを弾けばいいんだしさ、なんかそういう意味で、あとはこの間にやらないようにしようとかね、でそれがまあ周りとの関係でダメだったら殴り合いになるか何かどうなるかっていうのは別としてもね、自分の中だったらまあそのいい悪いは自分で決められるからいいけどね、これがまあでかい、もっともっとでかいフィールドになるとね、分かったふりしてるけども、じゃあ例えばどれだけのことが俺たちは分かってるのかっていう話になってくると、なんかやっぱり結構ね、分かんないんだよね、だって行ったことないもんね、光の速さで何百光年って言ったって行ったことないもんね、
だって光の速さって言われたって分かんないもんね。まあ、せめてあれかい、あのライブハウスが点滅するのね、あれ見てうわすごいなと思うぐらいなもんやない。だからやっぱり分かんないこといっぱいあるよね。あの円周率だって分かんないな、 3.14 なんとかかんとかかんとか、それにどれだけの意味があるんだっていうね、そういうこともやっぱりあるしな、なんだかんだ言いながらな。でそうやって考えてみれば分かんないこと多すぎるから ね。ただ確実に分かることもいっぱいあるしね。絶対だから昔ね、若い時にね、大学入る時ぐらいかな、フレッシュマンの時ね、大学1年生の時、先輩に捕まってね、君たち、相対と絶対はどう違うのかねなんて話をね振ってくるんだよ。で 昔のね、あの先輩だから、もうそんな話っていうのはもう本当に分かんないくせして、もう1週間とか10日とかもしてして1ヶ月1年やってるからね、相対的ななんだかんだってね、絶対的はどうしたこうしたとかね、分かんないくせしてね、延々と議論しててね、じゃ あの毎回ちゃんと結論出してるかってね、俺たちもそうだけども結論なんか出てこないな、そんなもんね。でそれを面と向かってね、もう余裕たっぷりにね、相対と絶対はどう違うと聞かれたって俺は分かんないもんね。絶対ってのはやっぱり絶対で、相対ってのは相対じゃないですかって答えたらそれは一つの、考えとしては正しいんだけども、でもそれ以外の答えってないかななんてねお兄さんもしかして、ね、あの先輩あなたもしかして、東京大学ってとこ出てるんじゃないですか、この前あの中止になった東京大学ってところ出てるっていうか、東京大学の人ですかって聞いたら、いや私が東京大学なわけないじゃないですかっていうね、そういうことでね、東京大学の裏東京大学っていっぱいあってね、本当にいい加減にしない、東京なんとか大学とかね、もう歌の文句にも東京ってのもありますしね、寺山さんだって東京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 って詩が書いてありましたもんね、だから何だったっていう、そういう感じでね、でもやっぱりあのそんな分かんないことを難しく言っても始まらないんでね、結局そういうものをやっぱりなくした方がいいですよね。だからいや人間をなくせって言ってるんじゃないでしょ、大学をなくせってことですね。東大なんていらないでしょね、あんなもんはね、東大がなくたって頭の人いい人は頭のいい人なんだからさ、ね、別に東大で権力っていうか箔をつけなくたっていいわけでね、まあ、そういうことを考えれば、いかにこうなんかね、考えることは大切であるけれども、だからといって考えたからって、なんかすごいのかったらそうでもないんじゃないかなと、ね、考えるだけだったら俺だってもうね何十年も考えてますもんね。だから相対と絶対はどう違うなんて今でも考えてますよね、相対っていうのは確か総合体育大会でしたっけだよね、絶対っていうのは何でしたっけねとかね、そんな程度ですけどもね、まあそれはそれとして、本当にこう結構ね、難しい問題ですよ、そういう意味ではというかほとんど解決できてないんですよね。でもうこれだけはさ何があってもひっくり返しちゃいけないみたいなことさえもね無理やりひっくり返そうとする輩がいるってことでね、おからじゃないですよ、輩ですよね、はいって書きますね、先輩のパイですね、パイパイのパイじゃないですよ、先輩のパイですね、本当にギッチョンチョンのチョンですからね、ギッチョンチョン、ギッチョンチョンはちょっと差別用語になるのかな、分かんないですけどね、まあ、知ってる人は知ってるけど知らない人は知らないでしょ、ね、ギッチョンチョン、なんとかちゃんたら、なんとかちゃんでパイのパイのパイってね、ダニー伊さんでしたっけ、パラダイスキングでしたっけ、なんかそんな感じのね、まあゴヤって基本的には洋物ですからね、いかに洋物のね、まあアメリカなんだろうけども、アメリカ人バカだよねっていうね、日本ですよね、パイのパイのパイってね、これイギリスになってくるとね、あれですね、蛍の光窓の雪ですよね、踏みを打つ気比っていうね、踏みを打つ気比なんだっけ、なんとかだよねって、歌詞なんか忘れて歌ってないですもんね、さすがイギリスって感じですよね、なんかこう気品があると品格があると、やっぱりヨーロッパですよね、アメリカよりはね、ハンバーグよりもやっぱりフランス料理っていう
ね、ハンバーグもやっぱり三つ星とかヨドバシカメラじゃないですね、三つ星とかヨドバシカメラじゃなくて三つ星とか四つ星あるんでしょうかね、ミシュランでしたっけ、まああまり興味ないですけどね、うん、そんなとこの星マークよりもやっぱりあれですね、あれですよ、吉野家のクーポン券の方がありがたいですね、うん、いやでも本当にね、今日はでもね暖かいなと思ってても出てくる時はまあ11度ぐらいでしたからね、ちょっと太陽の光が出てこないと寒いぐらいかなみたいな、風がちょっと吹いても寒いかなっていうそれぐらいの感じ、まあ太陽の光は出ててね真っ青な青空ってことでね、もうなんていうの、どうしようって不安になるような真っ青な青空ですよね、本当俺今日どうしよう、この後すごい不安ね、生きていくのが不安、生きていくっていうかね、いや生きていけばいいことあるからね、そんな不安とかじゃないんだけどね、何をやっていいのか分かんないところが不安っていうことかな結局はね、うん、まあでも打ち勝ったらやること言ったんでね、本当そうですよ、でもあれだな、蒲田の踊りっていうのは面白かったけどさ、いざビデオになってみるとね、ビデオにしてみるとね、なんかもっと撮影で打つ手があったような気もするんだよな、まあリナさんの時とは別でさ、やっぱりぶっつけ本番だったからね、どこから狙ったらいいかとかどういうことをやるのかとか全然分かんなかったから、一応オーソドックスにって考えたんだけど、やっぱりあれだよね、小さな小屋でのやっぱり間の取り方って難しいよな、アップアップになっちゃう場合が、まあ、ほとんどで、ロングで弾けば弾くほどね頭が映ったりね足が映ったりね、中にはね、喧嘩してるやつもいるしね、酒ばっかり飲んでるやつもいるしっていうのが映っちゃって、どうもこうステージの上が落ち着かなかったりもするわけでね、どうしてもアップアップになるんだけど、そこをこうどの角度を取ったら逃げられるかって、そこがねやっぱりね、難しい、特にねコロナになってビニールがね、ステージの前に貼られるようになってからはやっぱりそれをね計算に入れないとね、ビニールって結構あれだよね、光当たるとね、なんていうの、拭いてないのがよくわかんだよな、要するにね、霧がかかったビニールっていうね、霧がかりのビニールっていうね、昔霧隠れ再造って言った人がいるけどね、霧隠れってのは当たってるね、霧隠れ、霧が降るとね、本当にそんな真っ白になっちゃうっていうそういう部分もあるしね、だからなんか面白い具合に使えないかなとは思っているんですけど、やっぱりなんかまあ邪魔だよねっていう感じだよね、まあ、映像に凝るもんじゃないからさ、あんなもんね、よくあるけどさ、まあそういう人もいるけど、いや映像に凝ってね、何が何だかよく分かんないみたいなのもあるけど、まあ俺のやつは本当に単純でね、もう本当にこう、標準的というかね、標準以下というかね、本当にね、映ってればいいっていうそれだけの話ですからね、まあでもなかなかね映ってればいいって言っても難しいもんでね、まあ、これはね奥には奥があるわけですよ、どこまで映すかとかね、手前だけ映すならいいけどね、奥の方まで映すとなるとね、やっぱりそこにはね、やっぱ秘伝のね技があるわけですよ、ラーメン屋さんみたいにね、家系とかねビデオ撮影にもやっぱり家系みたいなね系列があるんじゃないですかね、俺なんか本当初期系ってやつだよね、いつまでたっても上手くならないっていうふうにね、言われてますけどね、上手くならなくてもいいんですね、僕が上手くなるよりもね映ってる人がかっこよくなればいいんだ、だからかっこよい、だから俺なんか撮ってるだけだと、まあ、この画面もそうだけど撮ってるだけだからね、この画面がかっこよくなれば全然問題ないですね、だから歌ってる人がかっこよかったら全然問題ないよね、大ヒットですよいつの間にか YouTuber せやろかいとかね、おい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 、なあみんなとかってやるかね、でもあれはあれで、でもあんなに受けると思わなかったけどな、まあまあそれはそれでいいとして、
まあでもね、いい世界ですよ。こんなにフラフラやっててもね、とりあえず YouTube 上げてくれるんだからね。まあだからいろいろ気を使いますけどね、そういうふうに著作権の問題とかいろいろ気を使いますけども、そういうのを気を使った後のやつで、ね、こんなもんでも上げてくれるんですからね、意外とそのすごい芸術的なやつがね、ボツになったりとかね、俺じゃないですよ、俺そんなもん撮れないですからね、するんだけど、ね、まあそんなもんかなって思いますよ。まあとにかくね、面白いのはね、作ってるやつが面白いんじゃないんだよね、映ってるものが素晴らしいんですよ。それがもう、全くその通りだと思いますよね。だから問題はだから映ってるものの素晴らしさが分かる方がいいよね。なんかもう本当にね、本当にもういい加減勝負ですか。その時分かんなくて、なんでこれがいいんだろうとかってね思うことっていっぱいありますもんね。なんでこんなにね、見る人多いんだろうとかってね、いやだってこれ今流行りだもんとかね言われて、何がおかしいの、何が面白いのこれとかね逆に聞いたりしてね、分かりまへんみたいなね、まあそんなもんだよね、長い長いね、というか長い長いっていうかね、まあ、そんだけ分からないことが多すぎるんですよ世の中、何がいいのか悪いのかなんてね、そんな簡単になんか分かんないからね、分かったら苦労しないよ、もう今頃戦争も何もないよ、ね、なんかこう難しいね経済問題とかそんなのも何もないよ、みんな楽しくルンルンでね、やってますよ、ね、なんかそれを見てるとなんかイラッとくるよね、なんだこれってね、結局あれじゃないかよ、確かにね、そういう平和な時期はあったけど、このままそのまま行って結局戦争してんじゃないかよ、何が足りなかったんだよとかね、いろんなこと思うわな。まあでも俺は絶対戦争しないしね、もう右のほっぺたを殴られたらもう即逃げる、左の方なんか出さないからね、もうだって痛いじゃんね、やっぱりなんか妙にさ、なんかこう納得しちゃうけども、納得するよね、右打たれたら左も、そんなに不満だったらもう一発どうって、出すっていう、それもいいよね、でも大体そういうやつに限ってさ、もう左も殴ったらさ、次ボコボコになって、ボコボコにしてるよね、相手を。俺はボコボコにしない限り逃げますもん、ね、だからそれがいいのか悪いのかってまた話は別だけどね。だから難しい人が多すぎる、ね、だからやっぱりあの時東大潰しとけばよかったんですよ。東大潰したらやっぱりトップに立つのが京大だと、京大おかしな人ばっかりだからね、本当にね、だから面白いんですよね。だからなんかこう、こんなこと真剣に考えて、まあ、どうすんのっていうのことをさ、そういう人たち真剣に考えてるからさ、どうしようもねえなこいつらと思うけれども、例えば20年30年例えばそのどうしようもないなってことがさ、すごいなんかこう世の中の価値があるようになっちゃうんだよね。そこは東大と違うところなんだよ。効率よくね、バン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 切っちゃうとさね、その時はいいかもしれないけど、後でねもう何もできなくなるんじゃないとかね、そんなこと思っちゃってね、まあそんなことのためにね、もう無駄な金使わないよと、まあ、東大買いたいね、東大買いたい、売って、だけど東大を解体するっていうのに東大を解体になってしまうっていうのもすごいな、こういうのは面白いんだ俺はね、なんだと思うよね大体普通はね。で後で解体と解体かって説明したらやっぱりつまんなくなっちゃうね、だからそれ飛ばしちゃって分かる人だけっていうのがやっぱり一番いいんですけど、分かんない人ばっかりだからね。いいんだけどそれでね、どうせそんなものやね人生なんて、ね、変なやつばっかりだからさ、おかしなやつばっかりだからね、だから何もしないっていうのがやっぱり一番怖いと思うね。だからね、昨日日本シリーズ終わったけどさ、来年のジャイアンツは怖いよね。これでさ、まあオープン戦は別としてね、開幕から30連敗ぐらいしてごらん、何が起こるか分かんないよ、ね、それもあれだよね、全然打てなくてさ、投げたらみんな10点以上取られてね、開幕から30試合ね、
ダントツの最下位、もう、自分たちで優勝できないみたいな、そんな状況になった時の、セ・リーグの嘆きね、ジャイアンツは、だからね、そういう時にね、難しいやつ絶対出てくるから、あのナンバーとかさ、ね、ジャイアンツとは一体何だったのかって。たかだか野球のチームな、ねだけなのに、そんなことなんか、だからそれ読むやついるんだよ、ね、東大落ちたやつとかさ、ね、でそんなの読んだってね、何のあれにもならないと思うんだよね。それよりも新しいプロ野球を探るとかの方がよっぽどいいよね。あね、新しいプロ野球、全員覆面でする、なぜかっていうと、やっぱりマスクの問題があるからとかね。そっちの方が面白いと思うよ、ね、コロナ禍のプロ野球とか言ってね、全員マスク仮面、ね、1番センター下校仮面、ね、2番レフト七色仮面、ねね、そんなのがずらっと、それだけでもさ面白いと思う人は面白いよね、うん、片は筋肉マンのチームだったりとかね、それから今流行りのなんとかのね、あれってあるんじゃないですか、一番からねずっとあのキャラクターが並んでたら面白いよね、全部コスプレして出てきたりしてね、そうするとね、野球道とかね、昔のようにこう王選手がね荒川コーチの、ね、部屋でね、畳が擦り切れるまで一本足をやってたとかね、そういうのがねどうなっちゃうんだろうね、まあ、あの基本的にそういう努力は絶対必要なんですよね。だから俺なんかもそうよ、こうやってねあのビデオ撮るときのねやっぱりあの機械をねちゃんとだから扱えるとかね、そういうこう基本的な技術は絶対必要なんですけどね、もうそれより先にね、とにかくシャッター押せば映るんでね、そこはやっぱすごいよね。パソコンだとそうだよね、シャッターボタン押せばねとりあえず動くんだから、そのくせね、アップロードだなんだかんだね、アプリがどうした、サプリがどうしたね、ダイエットがどうした、ポイントがどうしたってめんどくさいことになってくるんだからさ、どうしようもないよな、な、な、うん、でもやっぱりあれだよね、まあ、だ そこら辺のどうしようもなさっていうのはさすがに人工知能人間みたいなもんだなと思うよね。生まれたばかりの赤ん坊って本当にね、買ったばっかりのあのね、買ったばっかりのね、パソコンみたいなもんでさ、中に何も入ってない、少しずつ入れていくと、ね、でだんだん入ってくるとね、あーとかいいとかうーとか言うようになってね、そのうちなんか簡単な言葉とか言うようになってさ、そのうちだんだん難しいことも分かるようになってさ、そっからだよね、そっからあのいろいろとこうアプリとかサプリとか入れておくとね、だんだんすごいコンピューターになってくるんだけどさ、まあ、でもある程度まで来たらさ、これ以上、ね、性能を求めるんだったらワンランク上のパソコン買ってくださいとか言って金儲けかよみたいなね、まあそういうこともあるわけで、うん、まあ、俺なんかやっぱ金儲けとか全然下手だからね、どうしようもないなと思ってますけどね、本当にこう、大金持ちになったらどうしますかね。時間は大丈夫か、時間はね、33分か、まだいいな。いやいや、なんかすごい問題を出して最後ね、その答えは、あ、時間がないから、あ、次回に行って落とそうと思ってたんだけど、ねえ、大金持ちになったらどうするかな。まあね、宝くじに当たったとき考えたのは、1億円を全部ね、1円玉で、もらってきて、そして家までね、パレードすると。でスコップでね、ダンプスコップでね、その1円玉をバン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 道路にばらまいていくと、拾えみたいな感じでね、うん、もうみんなにお裾分けだけど、そんなに万札をね、ひらひらさせるのはね、俺の気持ちとしてはなんかちょっとそんな人間じゃねえっすよね、みたいなね感じがあるので、せめて1円玉でね、その代わり豪華だよ、ね、一体トラック何台いるんだ、ね、それが全部時速、ね、10キロとか5キロとかの、あれだな、4キロだな、人間の歩くスピードで4キロだな、時速4キロのスピードでね、スコップでこう、ね、もう道路に
1円玉をばらまきながら行きますんでね、自分家に帰るまでね、で自分家の前までやりますので、それを見てでね、バカだね、自分家帰ったら自分家放火されて燃えてたりさ、俺んちどこだみたいなね、そんな感じで、だからそんな程度でね、寝たんだりなんだりしちゃいけません。たかだか1億円です。1億円あっても1億円だってだし、なくても1億円、使っても1億円だし、使わなくても1億円だからね、俺たち使わないんだけれども1億円は1億円だからね、持ってる持ってないは別ですからね、そういう意味ではね、本当にこう当たったらまずばらまくっていうのを考えてましたね。桜の会とかやるとかね、そういう、そうやってあの一部の抽選で何名とかじゃないですね、だからあの 今さ、あのいろんなライブハウスとか、まあ、なんかそういう商店行くときはさ、マスク着用お願いします、それから30検温お願いします、それからなんだっけ、ね、いろんなことお願いしますって言ってるんだけど、ひとつかみお願いしますっていうのはありかもしれないね。あのお店かなんかでさ、朝10時から夜10時までとか言ってね、入るときにね、1円玉のつかみ取りやってください。もう誰でも、犬でも猫でも OK ですよ、つかめるんなら。つかめた分はもう差し上げますから、たかたか1円です、ね、そうするとクレーン乗ってくるやつがいたりしてね、あのクレーンでドドドドドって乗り込んできてさ、俺にもやらせろって言うけど、あの入り口入らなかったりするわけじゃない、あダメよそれはってね、じゃあ、あのやっぱりあの入ってきて自分で手で取ってみたいなね、うん、まあ、あのタック八郎さんみたいな人がいたらマジックハンドでも全然 OK なんですけどね、うん、そんな感じでどうですかね、1円ね、宝くじ当たったら1円ばらまくぞと、1億円宝が1億円ですからね、いやでもね、本当あのなんか1億円とかさ何千万とか言ったらすごい額のような気がするし、実際にもすごいんだけど、でも実際にね、あのね、例えば1億円ということになると1万円札1万枚だもんね。あ、100円の束が 10個でね、1000万、あ、1万円の束が10個で、あ、100万円の束がね、1枚あの100万円で1束でまとめたのは10個で1000万だからね、それが10個10倍だからね、そんなに、まあ、あのボストンバッグぐらいに入れないと運べないかもしれないけど、そんなにね、あの面積とかね、もうとんでもない数字じゃないですよね。あ、やっぱり大きなね、あの高層マンションにいっぱい入るぐらいのね金額だと一体どうなるか、1兆円ぐらいなんですかね、うん、やっぱりそれぐらい持ってないとやっぱり金持ちとは言えないやな、うん、昔ね、あの難しい話を よくやってた時にね、金持ちっていうのはどのぐらいが金持ちっていうのって言ったら、やっぱり親子3代ね、孫と息子とね、本人と息子と孫と、あ、このね、何人いるか分かんないけど、こいつらが一生働かなくても文化的な生活ができるぐらいの最低が最低だね、でも稼ぐんだったら、あ、ね、それ以上だねっていう話でね、そうか、親子3代稼がなくても遊べるのが金持ちかね。じゃあ金がなくて遊ぶのは金持ちじゃ、金持ちかいって聞いたら、いや遊べばいいんじゃないですか、ただね、遊ぶにもやっぱり金のかかる遊びもあるから、カジノとかね、遊ぶのもあるからね、あと遊ぶ人間の問題でしょ、それはいい人間か悪い人間かね、まあ人生波が激しいと博打っていうのもね、これも一つの、ね、人生の遊びではあるわけですけど、どうなんでしょうかねとか言ってね、俺は別にそういう浮き沈みな遊びは必要ないし、そんなに金もいらないからってことで考えたら、俺今金全然ないんだけど俺は金持ちかもしれないねっていうね、その話でね、みんな納得してたね、3、4人、うん、そうか、そうだよな、俺たち金持ちだよね、それじゃなかったら徹夜でさ、
こんなところでさ、うろうろね、あの変な話してないよな、ね、学校行くよりいいよなってね。で別に先生にね、出席がどうしたこうしたとかいう、あの規則がどうのこうのってのもないしさ、学校行くより全然いいじゃないかね、俺たちは、なんてね、まあ、そういう人たちももう本当に、昔はたくさんいたんですけどね、うん、今はみんなどこ行った、ね、みんなあの鉛筆でね、海藤義黒く塗ることで、ね、あれがやっぱりさ、その後の、公開のね、あれになったみたいだね、なんとかマークってやってみんな黒く塗りつぶすじゃないですか、正解を、ね、鉛筆で黒く塗りつぶすじゃないですか。でそれのやっぱりうまい人、綺麗な人っていうのがやっぱり情報公開の時にあのベタを塗りつける人になったっていう、そういう話はねどっかで聞いたことあるけどね、漫才だったかな、うん、笑いだったかな、うん、よくわかんないけどね、それは一理あると、うん、だって答えも出さずに真っ黒に塗るだけだからね、あんなもんね、うん、別に言うと大爆竹化ですよね、すごいね、囲みがあれば、四角があれば黒く塗ってるね、これはもうね、ローリングストーンズでしたっけ、ペインテッドブラックっていうね歌が歌ってましたけどね、黒くね、やっぱあの辺にこうインスパイアされたんでしょうね、多分マークシート、マークボランっていう人もね、マークボラン今度は別に黒くしちゃうんじゃなくて化粧をグラムロックとか言ってね、あのグラムロックでね結構お菓子屋さんとかね儲けた人いますよね、グラム売りってやつでね、ね、テレレックスね、手の足レッグね、まあやっぱりね昔はそうですね、今のなんかわけのわかんないあのグループ名とね、 AKB とかでわかんないよね、秋葉48とか言われればわかるんだけど、なんでそんなにたくさんいんだよみたいなね、マンションかよみたいなね、まあ、そんなんだどうでもいいんだけどさ、うん、ということでそんな話で、あっという間に時間が経ってしまいました、こういうね全くもう意味のない話だったら何時間でもできますから言ってくださいよ、ね、やるよ、ただし1時間に1回5分ぐらいの休憩は欲しいもんですね、そうしないとね、もう本当にもう固まっちゃいますからね、口がね、口と声帯がね、声帯なんかボロボロになっちゃいますからね、もうマッサージ行かなきゃ、声帯のマッサージとかね、本当そういうもんですからね、まあ、やるっていうのはやりますけどね、やってもね、だから終わった後に一番虚しさを感じるのが俺なんですよ、なんでこんなにね何時間も8時間ぐらいかけて、普通だったらねもう8時間もかけりゃもう大したものができるのに、なんでこんな何もできないことに8時間もね真剣になってやるんだよとね、それはやっぱりかなりねしょんぼりしますよね、とんぼり人生じゃなくてしょんぼり人生ね、天童よしみさん、まあいいそういうのはいいんだけどさ、ということでまあ今日はこんな感じでね、今日も天気がいい、しかし夜はわからない、今日もやることは多少残してある、終わるかどうか分かりません、ね、まあ、そんな感じで、まあ、今日もねで これまたあれはパソコンに取り込んだりなんだりしたらまた時間かかるんじゃないかよ、ね、本当にね、もう本当に貧乏暇なしだよね、もう貧乏ある、ね、貧乏、ね、バリー貧乏バリー貧乏か、ね、まあそんなもんです、ということでどうもありがとうございます、今日はね、本当に、初冬を思わす、ね、暖かさの中、蒲田のね、団地というかマンション街、そんなところでお送りしました。